スコティッシュフォールドは英国北部にその起源を有する猫の一品種。スコットランドで発見された突然変異した猫の個体から発生した折れ曲がった独特の耳が何よりも際立った特徴とされる。発祥の地、テイサイド1961年にスコットランド中部に位置するテイサイドの農家に生まれた一匹のメスの白猫、スージーに始まる。 スージーは農場に生まれた他の猫らと違い、いつまでも耳が立たなかった。その後成長すると、スージーが1963年に出産した複数の子猫に同じ折れ耳を持つ個体が発見、耳が遺伝形質と確認され、計画的繁殖が始まった。スージーと同じメスであった子猫は、ウィリアム・メアリー・ロス夫妻へと引き渡され、スヌークスと名付けられた。 スヌークスは、ブリティッシュショートヘアのオスと交配し、メスが出産したオスの白猫は、スノーボールと名付けられ、地元の展覧会へ出勤されるなどした。スージー誕生からちょうど10年目の1971年、数匹のスコットランドのオレミミネコがメアリーによって、アメリカ合衆国の遺伝学者、ニールトットへ移送された。以後、米国で、 ブリティッシュショートヘアとアメリカンショートヘアとを用いた品種改良が続けられ、れ耳猫は1994年にスコティッシュホールドの名で一猫種として公認された。折れ曲がりを意味する英語のホールドという名が説明するように、最大の特徴は前方に折れ曲がりながら垂れた耳である。加えて短めの首、丸い顔、丸みを帯びた小柄な体も独特とされている。 耳の先に触れずに頭上に手を乗せられる唯一の猫でもあり、小さく折りたたまれた耳に大きな目という特徴から、その外観はフクロウのようと形容される。その耳は有性遺伝で発現するもので、折れ曲がり、具合には様々な段階が存在している。折れ耳は、生まれた時からでなく、生後13から23日目に生じ始める。すなわち、耳がたたまれ始める。 また通常の耳を持つ猫と比べ、耳の伝染病を罹患しにくいという、実利的な特質がある。が、自動の閉塞により耳垢排出不全を、起こし外耳炎を起こすケースもある。すべてのスコティッシュフォールドが折れ曲がっているわけではなく、立ち耳も存在する。ブルーとホワイトカラーのスコティッシュフォールドの子猫短毛種と長毛種が存在。長毛種には、ハイランドフォールドあるいは、 ロングヘアフォールドの意象がある。ロングヘアフォールド前日のスージーが長毛遺伝子だったことが明らかとなっており、その地を漏れなく引いているスコティッシュフォールドは直近の祖先が短毛でもスージーからの長毛遺伝子を保有している可能性がある。加えて原産国イギリスでの後輩子において異種後輩の相手はブリティッシュショートヘアが多く、 そのブリティッシュショートヘアの一種後輩相手はペルシャであることがしばしばであった。つまりそうして紛れ込んだ長毛遺伝子も保有する可能性が存在するわけである。毛色にはあらゆるものがあり、ビロードのように柔らかな手触りにして厚みを有し、一般的には首の周りが少し長めである。長毛種の特色は、その分厚い紐の他には特に存在しないが、単毛に対し劣勢なため、 長毛種は、出会えれば、幸運と言われるほど貴重ではある。かなりの丸みを帯びた輪郭で、ふっくらとした方を持つ。オスの個体の方は特に脂質器が良いことから、垂れているようにすら見える。花は幅広く、横から見ると緩やかな曲線を描いているのがわかる。見開いたような大きな目を持ち、その色は毛色にじゅんずる。あらゆる目色が存在し、最もありふれたものは同色である。 骨格に関節の異常を特徴とする障害を持つことがある。これは、俺耳同士の後輩によって生まれた、つまり俺耳を生じる、遺伝子同士の同型接合で生まれた個体に起こる、もので、生後4から6ヶ月目に発現する。太く短い尻尾がその兆候である。いわゆる奇形であり、後輩の観点からすれば、健康なスコティッシュフォールドを生むためには、 まっすぐな耳を持った猫が不可欠になってくる。この障害はイギリスにおいて、一猫種としての認定を長年にわたって妨げてきた。1970年代初頭、イギリスの遺伝学者、オリファント・ジャクソンは報告書を発表した。スコティッシュフォールドは当時、X 先進療において骨病変がしばしば見受けられるようになっていた。報告書によれば、 品種の健康状態を回復するためには、医師交配による遺伝子プールを広げることが重要かつ必要だという決定がなされた。博士によると、ジャクソンの報告書には、70年代以前に関連する骨格変形の記述はなかった。科学者とブリーダーは、俺、自治体ではなく、俺耳の繁殖の歴史の中で大きな誤字があったとする結論に達した。 その後の15から20年にわたる慎重な繁殖により健康なスコティッシュフォールドの品種を再び取り戻すことに成功した。2001年にはドイツにおいてスコットランドフォールド、ハイランドフォールドの健康状態のサンプル調査が実施された。この目的のために50匹以上の猫が部分的に放射線措置によって一部は獣医師や審査官または 資格のある審査員によって検査された。平均年齢は3歳、最高齢は15歳だった。1000回にわたる検査で骨や、その他血管、また時間経過によっても、猫のネガティブな結果は得られなかった。調査結果の概要では、オルトルンワーグナー監督は次のように報告している。5カ国の22匹の血筋から得られた56匹の猫は、11カ国の獣医師と、 近種審査員によって評価された。スコティッシュフォールドは、優れた健康を楽しむことができ、特異的なボディを保有し、手足や尾は完全に稼働し、ドイツにおける動物福祉法の11ビット、虐待の禁止に該当する繁殖の問題は、存在しない2003年には遺伝病の専門家である、ロレイン・シェルトンが異常を発言していないスコティッシュフォールドの放射線写真を、 複数のブリーダーから300枚自費で撮影し、調査することで、異形接合猫には病気が存在しないことを証明した。2018年において、スコティッシュフォールドの後輩は、アウトブリードやアウトクロスが心がけられており、ブリティッシュショートヘアやアメリカンショートヘアとの交雑種が許容されている。同様の理由から、交雑種を認められる猫種には、デボンレックスやエキゾチック、 ショートヘアが存在する。スコティッシュホールドは、しばしば人間のよう、プレイリードッグのよう、ブッダのようと言われる、特有の座り方を見せ、スコ座りと言われる。これは、俺耳を有するスコティッシュホールドほとんどで見られる。この座法であたりを、キョロキョロと伺うその姿は、この品種の可愛らしさを物語る多くに、特色の中でも特に著名である。ただこの座り方をすることは、 後ろ足に障害を持っている、可能性に注意が必要である。穏やかな性格で感情を表に出さない。見知らぬ人間に甘えてゆくほどに人懐っこく、人間と一緒にいるのが大好きで、とても遊び好きである。もちろん例外もおり、目が合えば逃げ、要求のある時だけ泣きもせずに、人の前を横切ることによって餌が欲しいことを主張する。抱かれるのを嫌がる。 自分の世界を淡々と生きている個体も多くいる。愛玩用としては人気の高い品種である。アニコム損害保険が日本で2009年に行った飼い猫についての調査は最も人気の高い猫の品種がスコティッシュフォールドという結果を示している。2021年の同調査でも最人気品種とされ、その前の過去13年間の調査すべてで最人気品種という結果が出ている。 2008年より動画共有サイト YouTube に投稿され一躍、有名になった丸はスコティッシュホールドであり、特に丸が CM に出演し始めた2009年11月より人気が急増している。2021年現在、世界各国でペッツヨンホームズなどを介して生態上と飼育されており、エド・シーランやテイラス・ウィーフとクハラもその愛好家の一人である。 その他に、日本の著名人では、小島春菜、横山由依、宮秋桜、小島春菜、菅井ゆか、高切れに、土屋ンナ、鶴野武、船山久美子、原西孝行大杉さざ波、友秀、水原希子、養老武などが知られている。2018年7月に、人気、YouTuber ーーヒカキンが俺耳のスコティッシュフォールドを買い始めたことで、 主の健全性を疑う論調が再燃している。名前は、丸、音、も不幸である。上述のアニコム損害保険の調査結果から、日本におけるスコティッシュフォールドの飼育実績は、相当数のものであり、同時に保険加入者による保険料請求を一元的に集計できることから、同社や類似する団体などの統計的根拠を有する傾向の報告が待たれている。 ありがとうございます。